10% 弱ぐらいの子どもが何かしらあるという感じですね。はい、おはようございます。笹山メンタルクリニックの院長増田祐介です。本日は子どもの言葉の遅れ、稚語ですね、稚語についてちょっと話してみようかなと思います。はい、で結構いっぱいいますね。なんか言葉の覚えがね遅い子は多くて、親御さん結構心配してる方多いんじゃないかなと思いますね。でこれちょっとアメリカの教科書アップトゥーデイとか取ってきたんですけど、2歳ぐらいの子供でですね、10から 15% ぐらいの子はちょっと遅れが見られるっていうことのようです。2号ですね、2号だから、パパどことかね、ママどことか、そういう感じです。そういう言葉が、遅れている子が10から 15% ぐらいいるみたいなことみたいですね。で、2歳から3歳とかですね、5歳ぐらいまでにですね追いつくんですよ。で5歳だと、これ英語だと語語文章と書いてますけど、日本でも同じような感じかなと思いますね。ちょっとした簡単な文章を喋るようになるんですけれども、それができないと 5、6% ぐらいな、言葉が苦手な子は 5、6% ぐらいいるという感じですね。で小学校に上がっても、ちょっと何かしらの形で言語障害、言葉の使い方が苦手な子どもっていうのは 6% ぐらいいるという感じです。だから結構ですね、学習障害だったり、精神発達自体とか ASD だったりとかいう形で、言葉が苦手な子ども、言葉の使い方が苦手な子ども、コミュニケーションが苦手だったりとか、あとは漢字を書くのが苦手だったりとか、そういう子たちっていうのは、6%、10% 未満、1割弱ぐらいは結構いるっていう感じですね。だから結構いるんですよ、結構います。はい。で精神発達自体が2、3%、1、2% ですかね。で言葉が遅れる原因としてはこういうのが 2% 多いね、 2% ぐらい。これアメリカだと 3% 書いてましたけど、2% ぐらいで、自閉スペクトラム症が 4、5% もうちょっといてもいいかなって感じですね。あと選択的緘黙症といって、ストレスが原因で喋れないとかですね、いう子もいます。あと子どものうつ病ですね、そういうパターンも 1% 弱、 1% 前後いますよと。あと学習障害ですね、自閉スペクトラム症もそうですけど、発達障害の文脈で、言葉が苦手な子どもっていうのもいて、そういうのは 6、7、8%、 6から 8% ぐらいいるっていう感じですね、人口全体の中でですね。だからなんか、数字が微妙に合わないじゃないかとか言われます。そうですけど、拾ってくるデータが違うんでこうなってます。でも10% 弱ぐらいの子どもが何かしらあるという感じですね。でよく言われるのはですね、男の子だから別にいいんだよっていう形だったりですね、親が心配してても、おばあちゃんとかがですね、男の子だから喋れないのが普通なのよとかですね、あとはバイリンガルだから海外に行ったから喋れなくて普通なのよとか、あとはお兄ちゃんが代わりに喋ってるからね、下の子は喋らないのよとかね、お姉ちゃんがいるからね喋らないのよとか、家では話すから大丈夫なのよとか、喋らないけどこの子はね理解してくれてるのよ、目を見れば分かるって形で、大丈夫ですって言われることも、大丈夫なんだよとかいうことがあるかもしれないんですけど、全部が全部っていうことではないと思いますね。で、これぐらいこういう、統計的なデータ出てますから、そこはですね、福祉の力をですね借りるってことはとても重要なので、あんまり大丈夫かどうかって悩んだら、相談するっていうのも一つなのかなと思いますね。幼稚園とかね、保育園の先生に聞くっていうのもそうだし、検診とかで見てもらうっていうのもそうだしね、あります。あとはストレスの問題とか家庭環境の問題とかで、選択的緘黙症になっちゃってる子もいるだろうし、もともとね不安を感じやすいとかねっていうことでこうなる子もいるだろうしっていう感じですね。で精神科の患者さん、大人になってからですね、こういう子たちが精神科の病気を発症するリスクっていうのは、決してですね低くはないんですね。やっぱり遅れがない子より遅れがあった子の方が発症しやすいということも、分かってきてるんです。だからこれをきっかけにですね、
そのすごい心配しろってわけじゃないんですけれども、その頑張れって言い過ぎるんではなくて、こういう子かもしれないなと思いながらですね、ちょっと精神医学のことを知ってもらったりですね、脳のことを知ってもらえれば、まあ、あの役に立つんじゃないかなと思いますね。はい、あのいやいや心配しすぎだよっていうケースもありますよ、もちろんあるので、あの、それだけではないんですけれども、でもまあ一方でですね、全く無視するってわけにもいかないので、あの、まあ、いろんな形で勉強してもらう機会になればなと思います。はい、では以上でこの動画あります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録、シェアの方よろしくお願いします。あと、まあ、子どものうつ病というテーマでですね、昨日動画撮ってますので、まあ、もし興味があったらそちらの方も見てください。はい、ではまた。